ミンドロ島の戦いは太平洋戦争中の1944年12月13日から2月下旬にかけて日本軍とアメリカ軍によりフィリピン北部のミンドロ島で行われた戦闘である。アメリカ軍の作戦目的はルソン島の戦いの準備として作戦拠点を確保すること及び全フィリピン諸島を日本軍から解放する一環としてのミンドロ島自体の奪還にあった。 圧倒的に優勢なアメリカ軍の攻撃により、日本軍守備隊は全滅した。連合国軍南西太平洋方面総司令官、ダグラス・マッカーサーは、ルソン島攻略の重要な基盤として、レーテ島の戦いで飛行場を確保済みのレーテ島よりもさらに、ルソン島に近いフィリピン北部の島々を第一に確保すべきとした。そのために、ルソン島の真南に位置するミンドロ島は、 戦略上重要な島であるとされた。レーテ島における不十分な立地条件の中、建設された飛行場は信頼性がないと考えられたため、ルソン作戦の航空支援基地として、ミンドロ島の確保はマッカーサーが絶望していたことだった。ミンドロ島は山勝ちで平原は少なかったが、飛行場的地もあり、戦前から富士着用の滑走路が存在していた。一方、 太平洋戦争初期にミンドロ島を占領した日本軍は南端のサンホセ周辺に拠点を設け、主に海軍の水上を危機基地として使用していた。しかし、地上戦力は第105師団独立不評第359、大隊から派遣された臨時不評2個中隊のみであった。これに広報部隊まで合わせると約1000人が駐留していたほか、 レーテ島などへ向かう途中に撃沈された輸送船の船員が約200人滞留していた。主力の不評を二個中隊は、ルソン島に展開した第8師団の不評第17連隊から指揮を受け、サンホセお及び島の北端カラパンに一個中隊ずつが配置され、さらに小隊単位で分散していた。時折、アメリカ軍に友好的なゲリラとの交戦があった。アメリカ軍は、 日本軍の防備が手薄なことを察知しており、上陸は容易なものと考えた。しかし、実際にはかなり手間のかかる事業となった。はじめ、北東方面から陸海空軍の連携によって上陸するという計画が最善なものと考えられたが、日本軍の航空部隊から反撃される恐れがあるとして却下された。そこで、三補セの南西にあり、ミンドロ島で最も水深のある、 マンガリン湾から上陸するという案が採用されたアメリカ陸軍第6軍司令官であるウォルター・クルーガー中将の指揮下で12月15日のミンドロ島への進行が決定した。マッカーサーは12月5日の進行を要求していたが、クルーガーはレーテ島の戦況及び航空支援の不十分を理由に拒絶した第24不評師団の第19不評連隊と 第503空挺不評連隊の2個連隊を機関と、する1万人を投入することとし、これらをザウオーデンと名付けて、進行に備えた。上陸船団は高速輸送艦8隻、戦車揚陸艦30隻、中型揚陸艦12隻などと護衛の軽巡洋艦、ナッシュビル及び駆逐艦8隻で構成され、従順1隻、軽巡2隻、駆逐艦12隻からなる。 直援艦隊と、護衛空母6隻、戦艦3隻、従順2隻その他の支援艦隊が随伴していた。第19不評連隊のほか、第503空挺不評連隊の落下3兵らも、霊手島の滑走路が確保できなかったために、回路でマンガリン湾へ上陸することとなった。基地設営要員なども含めて、上陸部隊の総兵力は、約2万7千人であった。占領後に駐留させる。 魚雷艇23隻も随伴していた。1944年12月13日、ネグロス島から発進した、神風特攻隊26機を含む日本海軍機36機、及び陸軍特攻機若干が、ミンドロ島への上陸部隊を乗せて航行中のアメリカ艦隊を攻撃した。特攻機の命中により、軽巡ラッシュビルが大破して、133人が戦死し、190人が、 負傷した上陸部隊の指揮官であるウィリアム・シー・ダンケル准将が重傷を負ったほか死傷者には上陸部隊の高級爆料多数が含まれていた軽巡ラッシュビルの指揮機能が失われたため司令部は駆逐艦に異常した他にも戦車用陸艦2隻などが攻撃を受けた米陸海軍航空部隊は12月の1週目頃に神風特攻隊を壊滅させるための作戦を 実施していた。この作戦では700機以上の日本軍航空機を破壊することが要求されていたが、結局日本側に十分な損害を与えられなかったとアメリカ軍は評価している。なお、日本軍はミンドロ島への上陸部隊であるとは察知しておらず、13日時点では、ネグロス島、14日になってもルソン島南部への上陸部隊ではないかと予想していた。この5人の結果、 多合作戦の中止などが決まった。駆逐艦モールと LST-73812 月15日、アメリカ軍によるミンドロ島上陸戦が開始された。当日は晴天であり、海上の進行部隊は大いに天気に恵まれていた。ミンドロ島への上陸を知った日本海軍は、特攻機13機と直遠機12機の攻撃隊を差し向け、15日朝の攻撃で2隻の 戦車揚陸艦を撃沈した。内被弾炎上した、戦車揚陸艦、LST-738 の乗員は、駆逐艦モールの果敢な行動で救助された。LST-738 では、揚陸物資が誘爆を起こしており、60センチメートルにも、なる、硫酸弾の破片が飛び散って、モールの船体には4つの大穴が開いた。モールの乗員の一人目と、エドマーシュは、 LST-738 に積まれていた、樽詰めのワセリンガボホース 40mm 機関砲の重心に飛び散って、必要のない油が刺されたと語っている。モールでは、乗員1人が死亡し13人が負傷したが、LST-738 の88人を無事救助した。日本海軍は、第31戦隊小族の駆逐艦部隊による反撃も検討したが、 空襲や故障により断念した。アメリカ軍による島の主要地域の確保は48時間以内に集結した。日本軍は圧倒的な戦力差のために戦闘を回避した。日本軍の内島北部の防空管支所にいた約300人は第503空挺不評連隊の一個中隊による総統を受けて戦闘となったが、かろうじて山中に逃れることができた。 アメリカ軍は直ちに飛行場の整備を開始し、13日間で2カ所の飛行場を完成させた。12月26日頃には航空機約120機が展開した。冷合作戦も参照日本海軍は、ミンドロ島の利用を妨害するため、従順足柄及び軽順をおど、駆逐艦6隻の艦隊をマンガリン湾に差し向けて、12月26日に、 飛行場及び停泊中の戦団への攻撃を行った。輸送船一石を沈めるなどの戦果を上げたが、基地の利用を阻止するほどには達しなかった。日本陸軍航空隊による空襲もかなりの成果を上げたが、決定的ではなかった。ミンドロ島の飛行場が稼働することで、フィリピン周辺の制空権が完全に奪われることを恐れた大本営や連合艦隊第四航空軍は、 逆上陸作戦の実施を第14方面軍に対して要求した。しかし、すでにルソン島での持給戦方針を固めていた第14方面軍は戦力分散につながる逆上陸実施にすぐには同意しなかった。最終的には第8師団不評第17連隊から抽出した切り込み隊113名のみが飛行場への妨害攻撃任務で送られることになった。 旗や注意の指揮する、切り込み隊は、船舶公兵、第24連隊の大発動艇により12月28日に、ルソン島を出発し、1945年1月5日に、ミンドロ島東部へ上陸した。近在のアメリカ軍と交戦の後に、切り込み隊は乗船して撤収した。1月18日に切り込み隊は、ミンドロ島南部へ再上陸し、2月23日に、 三歩星飛行場付近まで進出したが、その後の戦闘により壊滅した。ミンドロ島への飛行場設置により、連合軍はルソン島周辺の制空権を確保した。上陸後しばらくの戦闘によって、日本軍守備隊は戦死200人、負傷375人の損害を出したと推定されている。以降の総当戦役が病気などにより、 日本軍はさらに損害を受け、終戦時の投降者は26名だった。これに対して、アメリカ軍第24不評師団は、戦死18人、負傷81人の損害を被った。なお、上記の26名の他にも山中には、日本兵の生存者が残っており、1956年に2人が収容されている。ありがとうございます。